桜道桜道いつもの帰り道帰り道今年も思い出すんです宣言で私ちょっと切なくなって二人で過ごした狭い部屋君と出会ったあの春が揺れてる君が毎日吸ってたタバコの銘柄や髪の毛を触る癖とか忘れられずいたし送ってくれた長文のメールは永久保存になっててずっと消せずにいたわGet cool.